渡辺香子は日本の競泳選手。東京都葛飾区出身。2015年世界水泳選手権200メートル平泳ぎ金メダリスト、200メートル個人メドレー人メダリスト。二人姉妹の長女として生まれる。渡辺が4歳の頃、病弱だったため少しでも丈夫になるようと両親がスイミングスクールに通わせ始めた。中学1年までは、 個人メドレーをメインに岩田フライ、背泳ぎ、自由型などでも競技会に出場していた。しかし、中学1年の秋に、右肩の故障により肩への負担の少ない平泳ぎに出場したところ好成績が出たため、以後平泳ぎに出場する機会が増える。この頃、渡辺にとって平泳ぎは最も苦手な種目だった。2010年。 中学2年の全国中学総体で100メートルと200メートルの平泳ぎ2種目優勝。200メートル平泳ぎ決勝では2008年に福留恵子が16年ぶりに更新した日本中学記録を更新したが、このレースは生涯で4本目の長水路レースだった。2011年4月、競泳国際大会代表選手選考会100メートル平泳ぎ2位。 2 0 0メートル平泳ぎ3位。1 0 0メートルは自身の持つ日本中学記録を更新するものの、派遣標準記録に0秒20足りず、中学生での代表入りは果たせなかった。同年5月のジャパンオープンでは、5 0メートル1 0 0メートル2 0 0メートル平泳ぎの3種目すべてで、日本中学新記録を樹立し優勝。特に2 0 0ル平泳ぎは2011年の、 世界ランキング3位となる好タイムだった。そのため、渡辺の世界選手権出場を望む声も上がったが、世界選手権の選考会はすでに終了していたため、結局出場は叶なわなかった。2012年2月、淡水路で200メートル平泳ぎと100メートル個人メドレーの日本中学記録を更新した。100メートル個人メドレーでは、 当時の日本記録に肉白する記録であり、200メートル平泳ぎにおいては、当時の女子平泳ぎの有力選手であった、鈴木里美らを破っての優勝であった。この活躍もあり、ロンドンオリンピック出場を期待されることになった。4月に、武蔵野高校入学。高校生となり、ロンドンオリンピック出場権をかけた第88回日本水泳選手権に出場。 女子200メートル平泳ぎ決勝で自己ベストタイムをマークして2位となりオリンピック代表入りを果たした。五輪では準決勝まで勝ち進んだ。12月に行われた世界短水路選手権の代表にも選ばれ200メートル平泳ぎで銅メダルを獲得する力栄を見せた。2013年の日本選手権では200メートル平泳ぎで 予選敗退に終わったものの100メートル平泳ぎで準優勝200メートル個人メドレーで優勝しバルセロナで開催の世界選手権の代表に選ばれた世界選手権では200メートル個人メドレー準決勝敗退100メートル平泳ぎで予選敗退という結果に終わった9月の国体では200メートル平泳ぎを自己ベストと大会新記録で制し 今季思うような結果を残せなかった200メートル平泳ぎで調子を取り戻した。2014年にオーストラリアで開催された NSW オープン選手権では50メートル平泳ぎ100メートル平泳ぎ200メートル個人メドレーなどに出場し予選も含めると17レースに出場した。そして17レース目となった200メートル個人メドレーでは大会期間中に蓄積されたであろう。 疲労をものともせず、日本新記録を受立した。なお200メートル平泳ぎでも日本高校新記録を受立していた。4月の第90回日本水泳選手権では100メートル平泳ぎ、200メートル個人メドレー、200メートル平泳ぎの3種目に出場してすべて優勝すると、6月のジャパンオープン初日の女子100メートル平泳ぎで日本新記録をマークして優勝した。 同年8月に開催されたパンパシフィック水泳選手権では主要な国際大会において初優勝を果たし、さらに9月のアジア競技大会200メートル平泳ぎでも優勝を果たした。アジア大会では金2、銀3の計5枚のメダルを獲得。2015年4月に早稲田大学に入学。第91回日本水泳選手権で 平泳ぎ3種目と200メートル個人メドレーの4種目を制覇。8月にロシアの火山で行われた世界水泳では女子200メートル個人メドレーで2分8秒45の日本新記録を樹立して銀メダルを獲得すると続く100メートル平泳ぎでは3位と0秒01差の4位に終わったものの自身の本命種目である200メートル平泳ぎでは 世界記録保持者のリッケ・モーラー・ペターセンとの競り合いを制して金メダルを獲得すると同時にこの種目での2016年リオデジャネイロオリンピック出場を内定させた。なお、18歳265日での優勝は世界選手権の競泳種目では国内最年少記録である。11月にボーグジャパンウィメン・オブ・ザ・イヤー2015を受賞した。 2016年にリオオリンピックに出場したが、200メートル平泳ぎで決勝進出にならず敗退、12月には足首に捻挫を出した。2017年の日本選手権では世界水泳の出場を逃した。2018年の日本選手権の女子200メートル平泳ぎで2位に入り、派遣標準記録を突破。8月にジャカルタで開催されたアジア大会では、 金メダルを獲得、復活を果たした。2019年3月に、早稲田大学を卒業後、4月の日本選手権、ジャパンオープンに出場したが、世界水泳出場も逃した。7月のイタリアのナポリで開催されたユニバーシアードで、初めての代表首相となる。2020年東京オリンピックでは、 競泳女子100メートル平泳ぎに出場したが1分7秒01のタイムで予選落ちとなった。また、女子200メートル平泳ぎでは2分24秒73のタイムで全体の18位となり、準決勝に進出できなかった。競泳女子400メートルメドレーリレーには、井原七博、池ひろ、いけえりかこ、と出場して決勝に進出し、記録3分58秒12で8位だった。 2012年4月の第88回日本水泳選手権の前に渡辺はこれだけ騒がれて行けなかったらと不安を漏らした。100メートルで代表になれず不安は的中したが気持ちを切り替えて200メートル代表となった。スポーツコメンテーターの岩崎京子も普通なら100メートルの失敗を引きずるのに土壇場での強さはすごいと評した。妹がいる。ありがとうございます。